前回は足の冷えに効果的な、足の内側にあるツボの説明をしていきましたので、今度は足の外側にあるツボの説明をしていきます。まず先の方から、足輪球というツボで、足の、小指と薬指の間をずっと遡っていって止まったところ、押してみてちょっと痛みがあるところが比較的効果的です。次が外くるぶしの後ろ側のくぼみになっているところ、こちらが、崑崙というツボになっております。ここも効果的です。すぐ少し前側に来ていただいて、くるぶしとくるぶしを結んだ線上にあるところ、ちょっとくぼみがぐっと押してみると少しくぼむところですね。こちらが、海経というツボになります。この3つも足の冷えに効果的ですので、前回のツボと合わせて、お灸の方を行っていきます。